はい、今日は飼い主のところにやってくるのか練習をしていきたいなと思います。僕の猫ちゃんは飼い始めて5日ほどです。で、もともと野良でそれを保護された猫ちゃんを僕が飼い始めました。猫ちゃんです。エントリーナンバーワン、ミス・メロ。それではパパが呼んでみたいと思います。メロちゃんおいで、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 メロちゃん、あれ？おいで。にゃー、メロちゃんおいで、おいで。にゃん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 にゃー。このエリザベスがあってね、首周りがかゆいっていうねコメントをね多分いただいたので書いてあげようと思います。首かゆいんですか？気持ちいいですか、メル様？フリフリフリ。おケツを突き上げ、ゴロゴロ言わせ、気持ちいいメロさん。あれ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 、ここが気持ちいいんですか？ここここここですか？オッケーオッケー。お前ケツ突き上げたらなんかくせんじゃけどこいつね、うんこ臭いんすよ。めちゃくちゃ、しかもでけえうんこするんよな。何食べたん？俺があげたキャットフードしか食べてないはずないけど、なんか本当にゾウの飯を食っとんかっていうぐらいでけえうんこするんよな、メロ。それではバイバイしてあげて。